はい、こんにちは。今回は、久しぶりに、このキーケースの経年変化ですね、こちらを、ちょっとご紹介します。で、これはビビドっていう、まあ、スクラッチ加工されたレザーですね。それの、キーケースを僕が、まあ、使ってるものなんですけども、ちょっと今手元にキーケースがないんで、同じ革のミンティアケースですね。こちら、まあ、これが新品状態のこのビビドっていう革ですね。まあ、こういうスクラッチ跡がこう見えると思うんですけど、まあ、表面をこう擦ってちょっと毛羽立たせてるというか、そういうちょっと特殊な革ですね。で、これがすごい経年変化が激しいので、結構何回か経年変化のレポートしてるんですけど、で、久しぶりにちょっと、これが、1月ぐらいに使い始めてるので、まあ、4ヶ月ぐらいですかね。4ヶ月使用の経年変化。かなり全然別物になってると思うんですけども、まあ、これが魅力ですね。やっぱになってます。で、これは、まあ、僕がまあ、いつもポケットにそのまま入れてて、で、まあ、傷がついては消えみたいな、こう、まあ、ポケットに入れとくとこう、まあ、勝手に磨かれていく感じになるので、このまま例えばバッグに入れとくのと全然違う、経年変化をします。まあ、ちなみにこの摩擦が加わってないところっていうのは、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと変化はあるとは思うんですけど、艶はそんなに出てない。で、まあ、この革は結構この傷、まあ、つきやすいっちゃつきやすいんですけど、ついても結構すぐ消えるので、まあ、例えば、まあ、こう爪でこう、引っかくとこう、こういうふうに、傷がつくんですけど、こうやって擦ると、まあ、消えてしまうと。で、ポケットの中にいろいろ他にも物が入ってるので、結構もうガンガンにこう、傷ついちゃうんですね、こうやって。で、まあ、ブッテロとかだと、こういう傷がつくと、まあ、いずれは消え、ポケットに入れとけば消えるんですけど、まあ、ここまで簡単には消えないですよね。これは結構、すぐ、復元力が、すごいですね。まあ、そんな感じで、最近結構お気に入りなんですけど、このビビドっていうか。ということで、皆様もこのビビドを育ててみてはいかがでしょうか。まあ、そんな感じで、今回は以上です。ありがとうございました。